どうも、ワニです。今日はですね、こちら、北大東島にラフチャンネル有馬さん、イグル、チャンネル虫さんの4人で来てるんですけどもここら辺ね、やっぱね、サトウキビ畑がすごく多いんですけど、あ、いたいた、あそことかにもうね、以前沖縄のあのマンコのあたりで捕まえた台湾チーナゴっていう巨大なバッタがたくさん生息してるんですよね。でこいつこの島では外来種で、しかもこのサトウキビ畑を食べてしまうという農業害虫なんで、まあ、多分ね、相当島民の人も困ってる存在なんじゃないかなと思うんですけども、今回こちらを乱獲して持ち帰りたいと思います。もうこの辺車で走るとね、どんどん飛ぶんですよ、バッタたちが飛び立っていく。でこの島全然外敵がいないからっていうのもあるのかもしれないですけど、めっちゃでかくて食べ応えがありそうなんですよね。まあ、俺は食わないけどさ。よし、まあ、網をかぶせて速攻走るこれが台湾ツチイナゴの取り方。まだ待ってるうちに。そう、サトウキビ畑はさすがにね、あの網でガサガサするわけにいかないので、ちょっと道路に出てるやつだけを狙って取ってますイエーイ、あーまだいる、まだいる、よしよしよし。この網がね、この魚と寄り用の網なんですけど、網目がでかいんで全く抜けちゃうんだけど、うまいこと足が絡めば取れるんだよね。はい、取れた、でかい頑張れ大の大人が走り回って捕まえてバッタ取って取れた、でけえ。うわ、ブリブリじゃん。食ったらうまいのかな、これ。うまそう。ちょっとこれで。すごいボリューミーだ。片足欠損してるね。はい。オッケー。これ。おい、離せ。ゲット。離せよ。やばい。力強いよね。やばい。いや、すげえ。うら。でけえ。やっぱこの年になるとバッタキモいっすね。怖い。取るのためらってしまった。めっちゃおる、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 うわうわ、すごいすごい、下にもいるね、本当に。よし、おお、うまい。いや、なんかやり方分かってきたかもしれないでこうやって絡まってる間に取らないかちょっとしたら抜けちゃうから。よし、でかい、地面、ほらほら右側いる。うまい。なんかね、牛ガエル取りの経験が生かされてる感じある。網が近いからさ。おでけえ。でもちっちゃい方だね、これね、まだね。もっとでかいのいるね。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。片足欠損がでかすぎる、マジで。あ、でかっ。よし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 。ちょっと待って。お、でかっ。でかでかでか。来た来た、これはでかい、うわでけえ、これリオックだよ、これでかー、やばいっすね、いや、でかい、でけえ、でけえ、大きさが伝わんない、うわでけえ、顔の横で、顔と一緒に、でかいでかいじゃあでかー、でかい、ナイスー、牛ガエル取りのあれが経験が生きてるよ、経験が生きてる、マジうまいわ、俺バッタ取る、あーあーキモ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 、おおすげえすげえ、でかナイスナイス、使えるかわかんないけど、ちょっと今の、ね、取れてるのかな、でかでかでかでけー、いや、いいな、この島はマジ餌に困んねえや、何でも買えちゃう、やっぱ気持ち悪いね、キモいよ、キモい、デカゴライアスガエルの餌にちょうどいいサイズお、なおい、学んでるぞちょっと今の土があったから抜けやすかった、まあ、ちっちゃいの省けるって考えたらね、うん
はい、というわけでどれぐらいだろうな、30分ぐらいかな、頑張って追っかけ回して大量に捕まえた結果、まあ、20匹ぐらいかな。でもうん、結構ね、まあ難易度高いし、今回網がちょっとあんまりね、バッタ向きの網じゃなかったんで、そんなだけどこんだけ取れました。なんか那覇のやつよりもでかいし、数がいますね、やっぱね。大東島外敵がいないし、餌が豊富なんでね。というわけでこいつらは持ち帰って我が家のペットの餌にします。